努力の仕方。どうもあんちゃん、篠原です。今回は学校とか予備校で誰も教えてくれなかったことについて話したいと思います。それは何かっていうと努力の仕方ですね。努力の仕方について話したいと思います。よくね、学校の先生とか勉強しろよとか努力しろよとか頑張れとか言うと思うんですよ。でもどう頑張れとは言ってくれないですよね。なので今回はね、この動画でどうやって努力すれば結果が出るのかっていうことについて話したいと思います。それは何かっていうと日本の武道なんですね。日本の武道においてこのヒントがあるんです。どういうふうに努力すればいいのかっていうことのヒントが日本の武道に隠されてるんです。日本史習ってる人は知ってると思うけど、日本という国は内側でめちゃくちゃ揉めた国ですね。今から約1000年前ですね、源平合戦、源氏と平氏でいさかいがありました。でその後も戦国時代とかを経てどんどん日本の武道っていうのは進化していったんです。で今スポーツとして柔道とか剣道とかありますけど、これはもともとは人を殺す技術なんですね。まあ、剣道なんかまさに日本刀の使い方だと思うし、柔道もあれはもともと戦場で生まれた柔術というものがスポーツとして柔道に生まれ変わっただけなので、もともとは戦争で人を殺す技術なんです。まさに日本の武道っていうのは命がけ、その場において結果を出すためにどう努力するべきかっていうことを定めたものなんですね。戦で勝ったり戦で死なないために生み出されたものっていうのが日本の武道なんです。そしてその武道の中に実は努力のヒントっていうのが隠されてるんですね。それは何かっていうと守破離という考え方です。守破離という考え方なんですね。これは何かっていうと、何か新しいことを学ぼうとした時に初心者がどういう心構えでいるべきかということを言ったものです。まず最初に守るんですね。何を守るかっていうと教わったことなんです。例えば柔道だったら最初はこういうふうに技をかけるんだよとか、最初はこうするんだよみたいなことっていうのを教わります。でそれを守りなさい、言われたことを言われたようにやりなさいというのが守、守るということなんですね。次にその守っていたんでは絶対に先生を超えることができないんですね。なので何をするかっていうと守るだけじゃない、自分なりのオリジナリティっていうのを足していきましょうというのがこの破なんです。今まで守っていたことを破ろうっていうことなんですね。そしてこの守っていたことを破った暁にはその先生よりもいいものが生まれるかもしれない。そしたらその先生から独り立ちして離れましょう、離という考え方なんです。この守破離というものが日本の武道において大事にされてきた努力の真髄なんです。こういう守破離を守っていたら戦で勝つ、戦で死なない努力の仕方ができるよっていうことなんですね。みんなも受験勉強において守破離というのをちょっとね意識してほしいんですよ。例えば新しいこと習いました、数学で微分積分新しく習いましたっていう風になった時に何言ってるか分かんねえよこいつと、で話聞くんやめたっていう風になっちゃうともったいないんですね。まずは先生の言うこと聞いてあげてください。で僕も正直先生の言うこと聞いてない時期、まあ反抗期みたいな時期があって先生の言うこと聞いてなかったんですけど、ただ自分が損したんですよね。やっぱ先生っていうのは一応その道をずっと歩んできた人だからある程度知識はあるわけですよ。なので最初はねそれ守っといてほしいんですね、先生の言うことを。ただし僕はただ従えというつもりはないです。いずれ先生を超えた時はそいつを破ってやれっていうふうに思ってます。ただ今は従っておいてで言うこと聞いといてあげましょうよっていうことなんですね。今その先生がクソだと思うんだったらそれは仕方ないことだと思うんですよ。でも今はね言うこと聞いといてほしいんですね。いずれ勝てばいいんだから、いずれ勝てばいいんだから今は言うこと聞いといてほしいというのがこの守破離という考え方なんです。まあこれはねかなり挑戦的な言い方ですけど、とりあえずこの守守るということ、先生に教わったことをまあそのままコピーしてみようぜっていうのがこの努力の仕方、守破離という努力の仕方なんです。もうちょっとマイルドに言い換えると基本を大事にとかそういうことになってくるんですけどね。はい、ということで今回努力の仕方、どういう努力をすればいいのかっていうことについて話しました。結論から言うと守破離という日本の武道から来た考え方を皆さんにやってほしいということです。まずは先生の言うこと聞いときましょうと、でいずれ勝てばいいんだからっていうことですね。
この努力の仕方っていうのは、まあ、受験戦争なんかじゃなくて文字通りの戦争ですよ。戦、命の奪い合いっていう場において編み出された考え方なので非常にね強力なんですね。この強力な考え方を使うとどうなるかっていうと、例えば僕みたいに半年で D 判定から京大に受かるとか、 E 判定から1ヶ月で早稲田に受かるとか、そういうことができるようになるんですよ。なのでぜひこの周波ありやってみてください。まずは先生の言うことを聞いてみてあげようぜっていうことでした。今回の動画はこれで以上です。ご視聴ありがとうございました。体型から見てもらったら分かるかもしれませんけど、僕柔道やってたんですよ。柔道やってて黒帯とか持ってるんで、この日本の武道がああだこうだっていう偉そうなこと言えるんですけどね。まあ柔道やってるといいことがいろいろあって、こういう時にこういうこと言えるっていうのもいいことなんですけど、悪いこともあるんですよね。それ何かっていうと、こういう体型になっちゃうんですよ。肩幅広い、胸板厚いみたいな体型になっちゃって、ガチムチ体型になっちゃうんですよね。そうするとね、全くモテないですね。なんというか全然モテないっていうのが結構痛いんですけど、それ以外はね結構いいんだけどなっていう感じですね。特に男受けはいいですね。男受けはこの体型すごくいい。でも女受けがすごく悪いっていう体型になっちゃうっていうのが柔道のいいとこであり悪いところなのかなと思います。まあ完全に余談ですけどね。本編で言ったような受験に役立つ情報っていうのを僕はどんどん配信しています。よかったらチャンネル登録とかしてください。あと Twitter とかフォローしてもらうと更新情報を逃さなくて済むと思いますし、ブログですね。ブログではこういう喋ったことを日本語で記事の形にして書いてるんで、よかったら見てあげてください。ということでまた次回会いましょう。